もうね、結構ね、高い声が出ます。嬉しいです。うん、前の声も結構気に入ってました。気に入るとかそういう問題じゃないけど。わあ、こんばんは。今日はリハーサルをしました。リハをしてきた一日なんですけど、めっちゃ楽しかったです。だからZEP ツアー楽しみにしててください。本当に楽しかった。だからね、なんかリハの日々が終わっちゃうっていうのがすごい寂しいんですけど、まあ本番があるので本番楽しみたいと思います。ってぐらいリハが楽しくて、こんなにリハが好きになったのはいつからだろうと思った。面白いことは、まあ、簡単に説明すると、まあ、教科の漢字間違いっていう話なんですけど、まあ、教科って基本ふざけてるじゃないですか。いや、まあ、みんながどう思ってるかは知らないですけど、まあ、結構ふざけてること多いんですよ。いや、ふざけてる、うん、いや、まあ、いや、いつもガチですよ。だけど、まあ、結構基本ふざけたいタイプではあるじゃないですか、教科って。なのに、まあ、今日は結構意外と真面目にあることをしたんですよ。めっちゃ真面目なことしたのに、普通に意味わからん漢字書いてた。まあ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 、それはいつか見れるので、まあ、見てください。情けないわーと思って、まあこれも味だと思ったので書き直さずに帰ってきました。めっちゃ珍しく真面目なこと書いて、真面目だーって言われたのに大間違いしてた。結婚して、あのちょっと恥ずかしいことがあったので無理ですね今日は。ハートありがとう。でも京香は今日も元気です。しかし、あの昨日京香さ、一日中寝てたら一日終わったって言ってたやんか。ほんまにその通り、一日中寝てたんですよ昨日。だから一昨日の夜から寝るやん普通に。一昨日の夜寝始めて、で昨日本気で一日の半分ぐらいかな、いや一日の半分は余裕で寝てるわ、一日の半分以上寝てて、でお昼寝もしたから、とにかく一生寝てたんですよ。まあ、だからもう今日の夜寝れないんだろうなと思いながら、でも眠かったから一生寝てて、そしたら本気で昨日の夜寝れんくて、今日朝早かったのに全然寝つかれへんくて、もう外が明るくなってしまって、でもなんか寝なきゃって思うとなんか余計に寝れないらしくて、だから必死に別に寝なくてもいいよみたいな顔してたんですけど、でもやっぱ心のどこかに焦りがあって寝れなくて困ってました。だから今日めっちゃ睡眠時間多分短くて、もう一昨日めっちゃ寝たからいけんじゃないのとは思ったけど、でもなんか寝だめって意味ないらしくて焦りました。本気で寝れなくてめっちゃ眠かった。なんで今日こんなに体力ないんやろうって思ってたら、やっぱ寝不足やからなんですよ。だから今日明日ね、またゆっくりできちゃうからまた半日寝ようとしちゃうんですけど、でも本番に寝不足はガチで嫌なので、明日はほどほどにしたいと思います。だからね、いろいろしたいんですよね。こうして、あの寝不足だから無理です。でも今日寝不足の割にはめっちゃ頭働いてて、なんか寝不足の時って大体夢見心地になっちゃうやんか。だけど今日は結構まともやったから、なんか一昨日
半日以上寝た効果があったのかなと思いました。てかね、今日ね、じゃじゃん、これありました。京香が大好きなやつ、大好き、これマジで大好きで、京香箱で買ってたんですけど、もうなくなっちゃった。これが本気で大好きです。覚えといてください、よかったら。ハートありがとう。これが一番好き。なんかこの界隈結構いろんな味あるけど、これが一番美味しいです。ちなみに言っとくと、あのこれが好きな人は幸せバターが好きだと思います。僕は幸せバターが好きです。なぜかというと幸せになれるからです。一番好きなお菓子は幸せバター。いやー、ジェルシーバターも好きだな。要するに幸せバター味じゃない。あ、そう、これはすごいお手軽にキュピカツできるのでおすすめ。え、てかさ、ゼップツアーの前髪何がいいと思う？髪型もどうしようって思ってる。やっぱパッツンだよな。今日かも、ちょっと最近パッツンしたがってきてて、長さなんか自分がどの髪型が一番似合ってるかまだ分かってなくて、あのポニーテールが一番似合ってると思うんですけど、でも意外とツインテールもお気に入りで、今日もねリハーサルのね時ねツインテールしてた。今日ツインテールでリハした。なぜかというと暑かったから。そしたらすごい頭皮がスースーしてめっちゃ良かったです。流すやつポニー最強、わかるな、きょうちゃんって感じ。ハートありがとう、レインボースターありがとう。ツインでせっかくやってたのに写真撮ってない。ツインじゃない時には何枚か写真撮ったんですけどね。今日のお弁当美味しかったから今から送ります。いつ幸せなんだよな。え、そう、少し前にハマってた薄め前髪、大人っぽいやつもう結構気に入ってる。ストーリーあげよっかな。わ、オンライン特典会申し込んでくれた。短冊ハートありがとう。みんな3点セットぜひ申し込みください。サインと抽選会とチキ会です。今回チキ会がめっちゃ興味深いですね。特にあと抽選会の内容も結構変わってたので、うん、興味深いですね。抽選会ポスター、モーニングボイス、モニー、缶バッジ、写真&サイン入りミニサイン式、あ入りミニサイン色紙、うん、え、アクキー、アクキー超良くない、欲しい、これ、え、これ欲しいな。ワイドチェキ、なるほどね、和サイン入りなのな。え、アクキー欲しい。
すごい抽選会、すごい前回とは内容がとても変わってて興味深いですね。みんなたくさんゲットしてくださいね。ぜひよろしくお願いします。なんか今日帰ってきてからめっちゃ寝てて悔しい。なんかいろいろやりたかったのに全然何もできなかった。でもそのおかげですっきりでしょ。でもね、秘宝見てください。え、見えへんな。ちょっとだけ割れちゃった。結婚して爪割れたから無理です。これはガチ辛い。なんか痛いなと思ってて今日ずっと。まだちょっとだけひび入ってました。え、しかもめっちゃ伸びてて爪やばいんですよ。1ヶ月経ってないのに。ネイルって1ヶ月もたんくない？もう今回のね結構ね気に入ってた。でもね次ね四角の形にしたいんだよな。あとねなんかやりたいのいっぱい見てた。そういえば今日だから行かないといけないですけど、京花のネイル屋さん予約いっぱいだった。だって明日土曜日だから。あ、土曜日だからかと思いましたね普通に。かわいいでしょ。でも1回目のハローキティがどうしてもお気に入りだった。お気に召してたんだけどなぁと。だってなんかちょっと前のだからそのハローキティネイルしてる時の写真とか見たらかわいいってなるもん。2ヶ月なんて絶対無理。え、そう、大人っぽいネイルいつかやりたいなと思ってたから、まあこんな早くできてまラッキーかと。え、マグネットネイルしたいね。知ってる？知らんでしょ。マグネットネイル調べてみ、超かわいいね。チークネイルもか。え、でもね、あのこれなんだっけ、あ、フレンチネイル、フレンチしようとしてたの本当は。だけど時間が足りんくてできんかった。やっぱフレンチかわいい。フレンチで、フレンチかマグネットで悩んでます。どっちがいいと思いますか？あと四角くしたいけど長さが足りるのかわからない。え、かわいいな。水色とかしたかったな。可愛い。もうギラギラにしたいんだけど、ギラギラゴテゴテデコデコにしたいんだけど。クラゲありがとう。え、そう、フレンチめっちゃ可愛い。え、でもマグネットネイルも可愛い。キティちゃんいつやったっけ。ティーネイルしてるときほんまに人生楽しかった。だって爪にキティがいるんだもん。かわいい。でもなんか爪がめっちゃ短かったからすごいちっちゃい。ちっちゃいですな。かわいい。パーツいっぱいつけてほしい。だよな。そう来なくっちゃ。きょうちゃんらしく派手派手デコデコにせんと。そうだよな。そう来なくっちゃ。きょうちゃんだもんな。だって
爪かわいい。キティちゃん飼いたいな。おちちめに。マグネットね、マグネットかわいいよな。ハートありがとう。うちわの文字ってキョッピが一番見やすい。え、確かにキョッピ見やすいかも。まあでも今日界隈は誰もおらんから、まあ割と京花でも京ちゃんでもキョッピでもキョッピーでも見える。何でも今日界隈がいないですからね。似てる名前がいないからそうキョッピー界隈、今日界隈いないからね。あ、てか今更なんですけど、今日結構いつもより早い時間にショールーム始めてるけど、みんな来てくれてありがとう。今日は早くご飯を食べて寝るという企みをしてます。今日のみ全然わかる。もちろん、なん、あの今日のみめちゃわかりやすいそう、いい企みしてるでしょ。今日は早めにしてみました。いいんだよ。あ、確かに早い方がいいって言ってる人もいた。そういえばたまには早くやってみてねって言われた。そういえばやってみたよ。ハートありがとう。見やすい、よかったよかった。助かる、助けれてよかった、ほんまに。カレーえ、そう、ルシーかわいいでしょ。インスタグラマー嬉しいけど、インスタグラマーになりたいとか言っちゃって、インスタグラマー目指してるから頑張るな。だけど、あ、違う、インスタ投稿するものあるんですけど、まあ、今日はタイミング見失ったんで明日投稿したいと思います。結婚してインスタ投稿するタイミングを見失ったんで無理です。パオピーありがとう。カレーだと思ったらわかめうどん、全然違うくない？え？てかカレー食べたい、ママのカレー食べたい、え、バーバのカレー食べたい。インスタ可愛いですか？嬉しい。ちょっと名古屋の投稿ないなって自分でも思ってる。名古屋のカフェとか行きたいねんけどな。何も知らんから。地元愛してる感ある、愛してる。でも名古屋にいる時って大体働いてたりするからさ、なかなかそうやって遊んだりしない。だからいつもなんかいろんな場所にいるんですけどふっからです。ハートありがとう。そうです、あれは大阪大丸心斎橋、たまたま見つけた。可愛かったです。鳥かごみたいな、なんか囲まれて、囲まれる場所好きなんよな。パフェありがとう。かね、今日のね T シャツめっちゃ可愛い。やばくないこれ、どういうこと、可愛すぎやしないかい、やばくない。可愛い、見て、黒焦げたキティがねキラキラしてる、可愛い。大阪でやってくれたら美容の爪くらいね、大阪でやりたい。
ぜひ大阪でやりたいんですよね。どうしたら大阪でできるだろう。七夕短冊ありがとう。キラキラキラ。ねえ、なに。今日京都買った、いいな。これ美味しいです、とっても。ソーダもある。いつも泣いてる。メソメソするなーってことですね。きょうちゃん T シャツ買った。ん？どの？ん？めっちゃガリガリしててめっちゃ美味しいね、えロシちゃん。てか TikTok したいな。今日チェアーンは元気そうでよかった。元気ですよ、基本元気だからな。え、わかる。カレー食べたい、ほんまに。シップの T シャツ欲しいって言ってなかった。あ、そう、あのね、でも売ってなくて、全然残ってるやつ1個買った。これでいいやと思って。じゃあほんまに T シャツなくて、とりあえず買ってみました。なんかよくわからん写真がプリントされてるやつ。なんかでもほんまにシュプの発売情報がわかんなくて、いつの間に発売されて、いつの間に売り切れてるのか、マジ一生わからんくて、あのもし詳しい人いたら、発売日あったら教えてください。きょうちゃん明日だよーって。 SNS 始めてから生き生きしてるねって言った。その通り、まさにその通りでございます。え、このさ、これ欲しかった。この豚さん、豚欲しかった。これ超かわいい。猫もかわいい。これさ、なんでこんなに売り切れてんの？誰が買えんの？これって。これ SNS 始めてからますます好きになった。嬉しい。そう、ないないって言われそうで怖いから、ネットで買ってるんですけど、店舗って実際その種類ってあんの？なんかこんなにさ、ずっと気になってたことがあって、こんなにネットに何もないわけやんか。逆にさ、店舗行ってさ、みんな何買ってんの？店舗やったらあるとかありましょ。ズボン欲しいんだよな。短冊ありがとう。次の投稿楽しみにしてください。てか今めっちゃ夏セールしてる。
ナイキ気に入った、やば怖いもん。ねえこのさスケボーめっちゃ怖いねんけど。あ、あと靴下も買いました。戦略ないということ。クラゲ、だるま、短冊、ありがとう。え、この豚欲しかった。これほんまに可愛い豚。これ可愛すぎんねんけど、僕のお気に入り。欲しかった欲しかった欲しかったよ。ポタシアム可愛い。真ん中に豚ポンっていう、これ欲しかった。売り切れてます。え、でもさセール始まるんじゃなかった？あれセール見て、あれ何見たの？ハートありがとう。海外店舗に立ち向かうしかないのかな。怖いかな、無理。寒っ。美容室も行きたい。美容室とネイルと松葉行きたい。松葉でもちょっと悩んでる。行った方がいいかな。いや松葉行った方がいいっすね。これは陽気そうなのに店舗苦手なのに。え、店舗無理じゃない？誰でも誰しも分からん。今日かめっちゃ喋る場合とめっちゃチキる場合がある。むやみやたらに喋る場合もあります。ハートありがとう。水色ジョーダン抽選で通った人しか並んで買えない。あ、そうなん？なんかどう考えても人おらん時は。水色ジョーダン、え、どれやろ。え、待って、ダンクかわいい。でもね、クック届くねん、そろそろ楽しみ。かわいい。かわいい。やっぱ何回見てもこれかわいい。楽しみだな楽しみだな。そう、クック届くんですよ。クックナイキ派、クックナイキ派だな。でもね、スニーカー買うの実に久々なんですよね、実は。実は。もちろんハイカット、ハイだな、やっぱり。でもダンクはローかわいいなって思う。水色のザ・ダンクめっちゃかわいいんだけど。水色の靴そういえば持ってないから。え？かわいすぎ？かわいい。そう、でもね、なんかマーチンばっか履いちゃう。なぜかというと漏れるからです。漏れるからです。だからスニーカーはほんまになんか普段しか履かない。公園の行き帰りとかレッスンの行き帰りとか
そんな時ばっか、ジャージの時ばっか、だから結構もったいない。え、おいしい、これかわいいんだけど。こんなんあったんや、知らなかった、知らなかった。短冊ありがとう。ねマジで今カレーの気分なんですけど、どうしてくれる？でもなんかその辺のカレーってわけじゃなくて、マジで実家のカレーの気分、本気で。え、バーバのカレー食べたい、バーバ呼ぼうかな。バーバカレー作りに来て。レトルトじゃないんですよ、バーバのカレーがいいです。短冊ありがとう。バーバふっかる、え、バーバふっかるやと思う。え、てかね、京香の家族全員ふっかる。お兄ちゃんとママはふっかるじゃないけど、じいじとバーバはマジでふっかるやし、パパがめっちゃふっかる、ありえんぐらい。多分京香はあの結構あのあれなんですけど、パパの遺伝子結構引き継いでる、臭くて、ちょっとパパの遺伝子引き継いでるっぽいですね。え、めっちゃふっかる、パパやばい、パパバリふっかる。そう、バーバは結構ふっかるですよ。バーバとジージマジでふっかる。ジージとバーバにふっかるとか思う。ふっかるね、教科。全員のふっかる遺伝子を受け継いだ。父の日？え？終わったもん。終わったよな、多分。父の日はこれあげます。あ、じゃあ終わったんか、じゃあもうあかんな。え、暑いねんけど。でもお兄ちゃんは全然ふっかりじゃないし、ママもふっかりじゃない。いや、ママむずいな。短冊ありがとう。え、カレー作って作れるようになろうかな。きょうちゃんじっとしてるイメージない。もうほんまにその通り、本気でそのご想像通りです。ほんまに今日が家にいたくない、マジで家にいない。頭に何つけてるの？ルシだよ。クマありがとう。黙っとくのも無理っぽい。え、そう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 、ほんまに黙っとかれへん。なんかずっと人と喋っときたい。えし、ずっとなんか外に出てたい。マジやばい、なんでこうなったんやろ。短冊ありがとう。え、でも京香の友達もこういう人います。なんか一日中家に引きこもってたらおかしくなるっていう人います。一人で外出もまあ結構慣れた。一人でなんかお買い物とか逆に一人の方が気楽だなと思います。ハートありがとう。チェキ買い申し込んだ、ありがとう。楽しみです。クラゲンハートありがとう。結婚はあの爪が日々入ってから無理です。ネイル予約しないと。ハートありがとう。クラゲありがとう。これクラゲじゃないよな、でも絶対クラゲって言ってるけど、何ですかこれ。これ正解何？気泡？フットネイル。フットネイルいいよな。もう夏か。泡なんこれ、何の泡だって。今七夕でしょ。どういうこと、七夕やのに泡？分かんない。
お腹すいたな。自分よりふっかるな人しやって京香も思ってるから、同じぐらいか、もしくは京香の方がふっかるです。京香が負けることは絶対ないです。なんかこんなに自信を持って言えることはない。ふっかる、本気でふっかるやから京香。46分。ハートありがとう。今日からふっかるな人はマジでいないです。ちなみにこの世界に、この世界にいないです。だからこんな今日から車とか乗り始めたらもうやばいことになります。これだけは自信を持って言えること、この世界の誰よりもふっかるです。でもなんかふっかるな友達欲しい。だから今から遊ぼっていう感じの友達が欲しい。いっぱい。あわハートありがとう。あわあわあわ。ね、車の免許欲しい。そろそろ買いに行かないとあかんのよな。7月どうなんだ。思ったらこの世の終わり。いやそう、0か100なんですよね。だから昨日とかは一日中寝てた。え、そう、一緒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 です。本当に一緒、同じ気持ち。そう、突然今日かも突然誘うし、友達も突然誘ってほしい。油淋鶏めっちゃ美味しかった。幸せでした。でもなんかご飯がめっちゃ深くてびっくりした。えーと思って、届かないよって思いましたね。美味しかったです。あ、届きました、ちゃんと。レインボースターありがとう。なんか例えばさ、めっちゃさ、もう毎日働いて、あー疲れた、やっと休みだ、明日は一日中寝ちゃおうって思うことももちろんあるねんけど、でもなんか夕方ぐらいになったらもううずうずしてくる。普通に外に出たいみたいななるから、やっぱ一日中家におることって無理。なんか一日中家におったら気持ち悪くなってくる。やばくない？結構。今日が今から遊ぼうって言ったら来てくれる。みんなふっかるになってくれますか？ふっかるやったら友達になれます。今日かと。レインボースターありがとう。でも今日かの友達みんなふっかる。やるならいいよ。 SK で京ちゃんの次にふっかる誰いないです。京香しかも知らんけど。バリできそうです。え、でもゆうねはね、自分のことふっかるって言ってたから結構期待してます。そう、ふっかるディズニーしたいねんな。明日以降ぐらいのノリがいいです。え、でもなんか自分はそんなスケジュールで生きてるから通用するけども、普通の友達は普通にバイトとか学校とかしてるから、よく考えたらそんな急に明日とか無理かっていつもしょげます。まあってなる。だから困る、急に休みになった日とか、ねえ暇だよってなっちゃう。ハートありがとう。いやでもほんまにそれ、地元を離れてる人あるあるじゃない。地元にはふっかる友達いるけど、離れ先には友達、ふっかる友達いないみたいな、あるある。寂しくなる。
そう、ちょっとディズニー行きたい、そろそろ。うわ、ユニバ行きたいな。え、でもなんか今日かびっくりしたことがあって、なんかユニバよりもディズニーの方が待ち時間がめっちゃ少ないなと思って。なんかだってユニバじゃ、ディズニーってなんかまあ最近見たやつだけど、あの待ち時間多くてほんまに60、70、80、90とかやんか。でもユニバとかさ、全然余裕でさ、そんな120とかさなるやん。だからそう考えたらディズニーの方がめっちゃ空いてないと思って。なんか乗り物の数多いし、なんか広いから分散されてるんやと思うけど。だからなんか普通に考えてユニバで60分って余裕で並ぶけど、ディズニーで60分やったらえ、ちょ長いなって思っちゃうなって思いました。何度空いてる？え、でもなんかもう夏休み始まってそう。私夏は暑いからちょっと悩んでる。夏行きたいけど、あのファンタジースプリングス行きたいです。とっても友達行っててめっちゃ羨ましかった。いや、暑い日こそ外出たいでしょ、正直。ねえねえ、バズとさ、スペースファンタジーみたいなやつ暗いやつも終わっちゃうでしょ。あれ乗ったことないから行きたいねんな。え、なんかファンタジースプリングスの音楽頭からさ離れへんねん最近。やばい、普通に。あ、スペースマウンテンか。短冊ありがとう。日焼けは、まあ、一応日焼け止め塗ってるけど、これめっちゃ便利なのでおすすめです。シュッシュで終わるから。一応塗ってるけど、なんかもういいかなと思って今年悩んでます。でもファンデーションとか白くなっちゃうから、顔だけ白くなりそうやから、まあ、ある程度はあれやけど、まあでももし焼けちゃったら、まあ、それはそれで可愛いからいいんじゃないって思ってます。こいつみたいにな。なんかもともと自分って色白タイプじゃないから、え、でもさ、今日がなんかでびっくりしたことあんねんな。何公演かな、 E 公演かな。 E 公演のアンコールの一番最後の衣装で並んだ時に、なんか自分だけ黒すぎてびっくりしたことある。なんかいつも黒く見える、足黒と思ってびっくりして。あ、そう、足はめっちゃ日焼け止め塗るの忘れちゃうから、焼けちゃう。マジで忘れてたと思って、いつも。でもね、日焼け止め塗るときはめっちゃ塗る。色白なんかな、もともとはめっちゃ黒かったけど、だいぶ白くなりました。なんかめっちゃ黒かったもん今日か。ほんまに煮卵みたいになってた。ガングロ卵ちゃんでした、中学生のとき。小中学生マジでガングロ卵ちゃん。ちょっとずつ白くなった。まあ普通でいいと思います白すぎず黒すぎず普通でいいと思います。引っ越して、あのちょっと寒いから無理です。え、お腹すいたんでちょっとそろそろやめますね。そろそろやめます。あんずもめっちゃ白い。あ、あとね、飲む日焼け止め去年はね結構飲んでた。
もらったやつでも飲む気だけどめっちゃ怖いよ、分からんけど意味あるかも分からんし、ハートありがとう、効果あるかどうかもちょっと分からん、難しい。ということでちょっともうすぐでやめるかもというかもう終わりたいと思いますね、お腹すいたんでやめます。皆さん今日はちょっと早い時間だったんですけどありがとうございました。久々に1時間近くできてよかったです。本当に明日は寝すぎないように気をつけます。じゃあ今日がいい一日を過ごせることをみんなは願っててください。じゃあねみんな、おやすみなさい。ランキング読みます。13位ダーイ、12位ハル、11位ウジ、10位チビゾウ、9位リニア、8位ピオリン、7位ズッキー、6位ケイタ、5位ヨシウネ、4位ウエモン、3位ヨシコッコくん、2位ケンゾウ、1位 BB。 ありがとうございました。オンライン特典会の応募が始まってるので皆さん忘れないようにお願いします。じゃあ明日もよろしく、バイバイ、ルシでした、バイバイ。